はい、こんにちは、ココメです。今回はクルト側やっぱりいいよねについて話していきたいと思います。ということで、クルト側が嫌いな方には申し訳ないんですけど、沈む感じが気になるっていうのは分かるんですけど、それ以外に私はもっといいところがあるなと思ったので、改めてこの好きという気持ちを伝えたいなと思ったので紹介していきたいと思います。ということで、クルト側については結構いろいろ動画を出しているんですけど、去年10周年だったので歴史をたどってみたり、クルト側だったらいろいろモデルがあるので、アルフェアゲル搭載ローレットグリップとか紹介したり、あとクルト側アドバンスについても単体で動画出していたり、こちらは限定色になっていて、メディネすごくかっこいいなと思って購入したのでそれも出してみたり、なのでいっぱい動画を出しているので、改めて紹介しなくてもいいと思うんですけど、ね、やっぱりいろいろなシャーペンを使ってきて、私はね 4B が好きということで、こちらのパイロットのネオックスグラファイトが特に好きなんですけど、やっぱりね 4B ということもあって柔らかい芯になっているので芯が潰れやすいんですよね。いろいろなシャーペンをこの 4B で使った後にこれを使うとね、やっぱりすごいなっていうことに気づかされます。全然芯が潰れることなく、 4B の写真の特性もねちゃんと引き味もねあるのですごくいいなと思います。筆圧が私はあまり高くないということもあって、 1B とかになってくるとちょっと薄いなという感じがあったり、あとはもうちょっと滑らかがいいなということがあるので、濃く滑らかに描けるっていうのがすごく好きです。三菱鉛筆のユニの動画でも言ったんですけど、 B の濃さで H の硬さっていう感じの、例え話ではあるんですけど、濃いけど芯は固めというのが好きなので、これもねちょっと通ずる部分があるかなと思います。なんか固めにすると、見た目もそうなんですけど、なんとなく書き味も変わってくるかなって思うんですよね。で、クルトが特有のこうクッション機能みたいな沈む感じも、気になる方はね本当気になるっていうのは分かる、その気持ちをね分かります。で、最近ブレるっていうことが結構敏感になってきてるっていうのもあるんですけど、安定っていう感じではないですね。なのでそれも分かるんですけど、ダバりしないっていうポイントが大きいなと思います。ということで、クルト側やっぱりいいなということについて話してみました。もう苦手な方はそれまでだと思うんですけど、使ったことない方はね一回使ってみるといいんじゃないかなと思います。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。